曲は必ずありますからね。はい、そうですね。はい、なの曲日本馬です。ドラはチーピン。ああ、チーピンね、はい、さあまずは注目は4勝のハイパイ。いいじゃないですか。どこがいいの。カンローピー引いてる、引いた未来が見えます。あ、堀もいいですよ。堀はハネマンとおっしゃってましたね。堀はこれハネマンっぽいね、手ね。逃げた朝倉もいい、一面釣りあんめん。朝倉何度もチャレンジしてますからね。うわー、重いけどちゃんた系か。ちゃんただ。チーピンドラだからね。ドラのペンチーピンターツがどうなるか。そこですよね。はい。チーピンさえ埋まればね、ちゃちゃっといけそうですけど。うん。いやーでも今日なんか朝倉の執念を見るな。あ、そう。全曲とかやっぱすごいですよね。あれは押せないよね。押せないっすよ。なんで押せたんだろう。いやーこの連投の起用にどうしても応えるぞと。これでハネマンツもらえたらショックだろうね。ですね。マンツも逃げといて。そしたらでも土田さん、はい、あの朝倉の先ほどのナイスが素晴らしい一曲があったわけじゃないですか。はいはい。それを超えたならばおそらく朝倉は堀を称えますよ。なるほど。負けましたと。なるほど。次またいいゲームしたいですねって言って握手の一つでもして。なるほど。今日は帰って泣きましょうよ。参ったなと。泣かない、泣かないです。泣かないです。まだ泣かないです、はい、そうですね。さあライバル関係か。ただあの、はい、お家は暗くなるんでしょうね。そう、あの本人が暗くなって奥さんがめっちゃ困るって言ってましたから、ね。勝又はペンチーピンのダイネック残っていますが、さらに仕掛けますね。これでもペイが握れですね、だから仕掛けやすいですね。土田さん来ました。え、ローピン意図もせずチーピン引きました。白鳥、はい、勝又が欲しいチーピン引きましたよ。ただ勝又仕掛けますからね。シャワーも9万もパーマンも、はい、ペンチーピンと仲良くいきますね。仲良くする。ただイーピンに先にくっついてくれればね、はい、これペンチーピン払いますね。ペンチーピン払えるんで。しかもイーピンはかあの白鳥のゲーム。うわ、いいシャンテンだ。スーピンかスーピンかスーピンかスーピンウ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 ーピン。スーピンとウーピンは日本で一番間違いやすいので。そうなの。はい、リャンソートさん。そうじゃないのって前も言ったよね。リャンソートチュンは2位ですね。スーピンとウーピンが1位です。リャンソートチュンなの、間違いやすい。リャンソートチュンはもう一番、2番、2位ですよ。リャンソート三層じゃないの。リャンソート三層を見間違えるのは素人ですよ。あ、そうなんだ。はい、なんでチュンだって赤いからすぐ分かるじゃん。色で判断しちゃダメなんですよ。どこで判断するの。白い面積です。白の面積はリャンソートチュンはもうほぼイコールですからね。あ、そうなんだ、はい、日吉調べ、日吉調べ、リャンソートチュンの白ホワイトのスペースはまあちょっとチュンの方が多い。あ、リアンソーの、あ、いいシャンテンになった。強烈ローマンは、あ、ここに来た。これは絶対出ないローマンだぞ。しかもこっち羽もありますね。羽もある、ある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 。三層は数えちゃダメなんだ。三層2枚ですね。数えちゃダメなんだ。でローマンは、ローマンは1、チーピンダイレクトに引くも1、カンチーマンは、これ勝又のチーマン出る可能性ありますね。ありますね。あ、そうそう、チーできるのか。はい、カンチーマンチーからのサブローソー。あとこれサブローソー入ったらカンチーマンにしませんか。当然。そしたら本当に危ないですよ。9万ポンでチーマン、あ、このチーマンだってちょっと危ない。まあね、でもサブローソーがなくなったチーマン。あ、いいシャンテンだ。しかもめちゃくちゃいい。ついに決めますか、決めますかね、朝倉が。ね、3度目のトライ。何度もトライしている。うわー、すごいの来た。信じらんない。斜め上行った。チーソーは関係ないよ。もう、うわ、サブローソー、ローソー1、ローソー1の3層2で、朝倉3層止まらない、勝又止まらない。なんか勝又ローソーも止まらないもん。堀は3層入る、ローソー1ですね。積もった6000だ。6000おる。信じられない出来事が起こる。麻雀の怖さを痛感している。そうだね、背筋凍る。ツモタンやオドラさん、赤6000は6200オール。
勝俣健二何を思う。